今日はありがとうございました。すごい美味しい牡蠣で、うちのメンバー山に囲まれてますので、こんな美味しい牡蠣食べたんは初めてやと、みんな感動してましたんで、そろそろ山に帰らないと真っ暗になりますので最後に、お礼の気持ちを込めて踊りたいと思います。まだまだ札幌のメンバー募集してますし、踊れなくてただすすきので飲みたいという人も募集してますので、よかったらすすきので飲みたい方の人ぜひ来てくださいそれでは行きたいと思います。届け刹那咲かせてみせるは舞の花、花の命は短きられど輝き乱れの刹那の花よ。また一緒に遊んでください。